南アジアの言語の分布インドの言語とは、インド連邦の広大な半島で使用されている、多彩で豊かな数多くの言語のことである。インドは、その地に芽生えた、多様なドラビダ語と、陰謀語の諸言語に加えて、中東及びヨーロッパの言葉を取り込んだ言語的豊かさを、誇りとしている。世界的な古典語であるサンスクリットのほか、いくつかのインドの言語は、明瞭な個性を持ち、 豊かなインド文学の伝統を備えている。インド憲法の条文において、インドにおける連邦政府レベルでの唯一の公用語は、デーバナーガリー表記のヒンディー語であると規定されている。また連邦制を独立以来続けているインドでは、ほとんどの場合、言語集という考えに基づき、社会、言語的な区分に応じて、州の境界線が引かれている。これら各州の州政府は、 州内の地方行政と教育に関してそれぞれ自身の裁量で一つ以上の州公用語を決める自由を持っている。その結果、インド国内では現在多数の言語が各地の州公用語として各州の州政府によって制定されている。その一方で、同憲法においては第8不足に22言語が列挙されている。この22言語の公的位置づけを直接、 定義するような明確な記述は、この不足に関連する部分をはじめ、憲法本文に一切含まれていない。複数の条文から総合的に判断して、インド政府の後押しによるその言語の文化的発展が望まれる言語というように解釈されることが、多く、いわば公用語未満の曖昧な位置づけながら、公的に認定されている言語の位置づけにとどまっている。この二十二言語は、 決して、インドの公用語というわけではない、という点に注意が必要である。両者に関連性がない証拠として、一方で22言語に含まれている、サンスクリット語やシンディー語などが国内いずれの州、連邦直轄領の公用語にも採用されておらず、他方で、第八不足及び憲法全文に明記されていない、レプチャ語などが、ッキム州の修公用語の一つに、 採用されていることが挙げられる。インドには和者数が少ない多数の小言語もあるが、100万人以上の和者を要する大言語も存在している。また、イ陰ー語族の言語とドラビガ語族の言語に加えて、その他に多数のチベットビルマ語派の言語やオーストロアジア語族の言語が話されている。アンダマン諸島で話されているアンダマン諸語は、 どの語族とも関連性が分かっていない。系統的に多様である一方、言語類型論的には、インドアーリア語派の多くと、ドラビダ語族は共に、SOV で、高知詩を持ち、形容詞や名詞が就職する名詞に先行するなど、類似した特徴を持っており、ジョーゼフ・グリーンバーグはこれらの言語を日本語などと共に、類型23に含めている。ヒンディー語を筆頭に、ベンガル語、 テルグ語、マラーティ語、タミル語、ウルデュ語、グジャラート語、マラヤーラム語、カンラダ語、オリアー語、パンジャーブ語、ビハール語、ラージャスターン語、アッサム語、ビリー語、サンタル語、カシミール語などが、比較的ワシャ人口の多い言語である。ただし、ビハール語やラージャスターン語は、複数の言語ともみなせる。ベンガル語は隣接するバングラデシュの公用語でもある。ヒンディー語は、 インドの18%の人々の母語であるが、他方、この言語を話す人口はおよそ30%に達し、さらに、ヒンディー語を十分理解できる人口は、それ以上の数に及ぶ。ウルドゥー語は、インドの隣国パキスタンの国語でもある。言語学的には、ヒンディー語とウルドゥー語は、同じ言語の2つの標準と言える。両者を含む名称として、 しばしばヒンドゥスターニー語という言葉を使う。ヒンディー語とウルドゥー語の違いは大きく2点ある。第一に、ヒンディー語がインド系のデーバナーガリーで表記されるのに対して、ウルドゥー語はアラビア文字系のウルドゥー文字で表記される。第二に、ニュースや新聞などで公的な場面において、ヒンディー語がサンスクリットに由来する語彙を使うのに対して、ウルドゥー語はペルシア語を及び、 アラビア語起源の単語に多くの語彙を依拠している。もちろん英語起源の語彙も両言語ともに多く用いられる。この二つの言語の間における際は、イギリスによる植民地統治から独立運動の時期にかけて高まったヒンドゥー、ムスリムという対抗意識の中で政治的に作り上げられていった側面が色濃い。サンスクリットは文化的に重要な古典語であり、 前述の憲法第八不足言語の一つでもあるものの、日常の会話などではほとんど使用されていない。英語は、かつて、インドがイギリスの植民地であったため、政府行政機構において、巡航用語の地位を保持しているが、必ずしもインドで、後半に使用されているとは断定しがたい側面もある。1991年に実施された国勢調査の結果では、 当時の調査人口の11%が英語を第一、第二、または第2子供として使用していると回答している。インドでは多くの言語が今なお存在しており、2013年時点でインド全土で870ほどの言語があるという調査結果もある。しかし、一方で過去50年間で230の言語が消滅したともされる。インドの諸言語のために使われる。 文字体系は、大別して、ブラーフミー文字に由来する、インド系の文字とアラビア文字、ペルシア文字に由来する文字に分かれる。インド系の文字には多くの種類があるが、構造的な原理は、ほとんど同じである。インドの文字が有する著しい特徴は、配列と編成の仕方にある。文字をランダムな順序で並べる、ラテン語アルファベットとは異なり、インドの字母は、 音声学的な原理に従って編成されている。この音音分類は、目下問題としているすべての言語で守られている。さらに、それぞれの言語は、当該言語に固有な音を示すためのいくつかの特別な文字を有している。同様に、各言語は複合音を表すいくつかのシンボルを有している。母音の一覧は、子音とは別に規定され、以下のように配列される。このうち、 R 以下の4文字はサンスクリットにのみ現れ、母音化した R、L を表す。この一覧では、同じ母音の単母音と長母音がタイになって表示されている。最初の A は英語のバスの U のような音である。日本語の音韻表である五十音で、アイウェオという順番になっているのは、このサンスクリットの順序に基づいている。アは サンスクリットの単語に固有で苦痛や災難を意味する中の場合のように音節末に現れる。これらの文字はサンスクリットの音韻体系に基づいて決められたため、現代のインドの言語では音声と綴りの差が大きくなっている。東インドの言語であるベンガル語、オリアー語、アッサム語ではタンボイン、英語がほとんど王のように発音されている。 母音の長短を区別しない言語や母音が5種類より多い言語も多い。多くの言語では、と、を区別しない。ウルドゥー語は、多くの語彙がアラビア語、ペルシア語に由来しており、文字もアラビア文字から派生したペルシア文字を使っている。しかし、言語としては、ヒンディ語にほぼ同じであるため、ヒンドゥスターニー語独特の発音を表すよう変更が、加えられた。他に、 カシミール語などがアラビアペルシア系の文字を使っている。イスラム教徒が多くてもベンガル文字はアラビアペルシア系ではなくインド系の文字体系である。インドには非常に多数の言語がある。それらの中で216言語が1万人以上の集団で話されている。ありがとうございます。